ヒズコルカンファレンスのワークショップでは2日目に弟子作りのワークショップを持ちます。マタイの28-19でイエス様は出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言いました。でも弟子作りって一体何なんだろう、弟子ってイエス様の弟子ってどうなんだろう、このフォーカスしながらそのポイントに聖書から学びたいです。ヒズコルカンファレンス、皆さんのお越しを心からお待ちしております。